オッケーオッケーオッケー、ナイス。結局リアルなんだよね、これ。火力高くなったよ、絶対。いった、お前舐めてる。やばいやばい、オッケー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 、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー。これアルファリーから1級1000円だっけ。聞いてないよ、聞いてないんだわ。違うか、聞いてないんだが、びっくり。結構美味しかったけど、それやったな。まあ、そうな、俺ちょ、また待ってんねんけどな、お小遣い100。俺しか、ね、俺しか得せんもん。そうやな、確かに。俺もなんか、ついでにやってほしいけどな。ダメかな。いや、やっても得られなくね。工程と、そういうこと？やるだけ時間の無駄説はない。無駄説ね。で、今日の企画、やるって武器が強いらしいです。えげつないらしいね。大会でみんな使ってるからな。どうした？マジあいつ、なんか、ゴミ武器って言われてたのに、どっかで急成長したの？え、いや、多分あの動けるのが強いって話なんてないな。俺使ったけど、僕ゴミ武器やん言うてたで。どうした？俺、でもなんか上か、上いるよ、ここ。多分まあ3点、あ、2、ちょっと当ててる、ちょっと当ててる。2回右小部屋、はい、来たー、リアル。あ、出た、そいつ、そいつ出たわ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。リアルなんだよね、結局リアルなんだよね。うん、言ってることもう変わったやん。まあ結局リアルなんだよ、マジ。ゴミ武器とか言って次いいかな。え、マジらしいよ、なんかあの V3 さんがなんかこれはさすがにって言ってたね。これはさすがには。マジ。さあ1対1、うん、さあここも取り切ってこれさ、はい、リアルのさ、打ちながらの歩くスピード速すぎる。あれちょっとちょっとライムでも頑張ってなかったなって、ね、どうにかした方が良さそうですけど、さすがにさすがにあれやばいと思う。あの、まあ、やっぱ長年コーチをしてきて声の会話も見て V3 さんが言うのに、それは一般ピーポーが言うのとは違いますわ。そうね、通常マッチで言われてるのとかとはマジで違う。だって俺アルファディーボーなんかこれぶっ壊れだよとか言っても絶対信じないもん。まあ、それな、なんかでもまあ信頼関係的には真実を言う気もするけど、やっぱ、確かに。でも疑いから入ることは大事なんだよ。なんでも関係を信じるやつはもうよくない。それはもう考えることを放棄してる。そうやな、そう、自分が嘘つくって相手も嘘ついてっていうのは、なんでしたの。俺の目の前。待って、これデュアルじゃないわ。あー、デュアルじゃないから負けた、これ。あー、デュアルやったらな、ちょ、ガチ勝てるよ。待って、ない、すごくない、すごくない。俺さ、敵見えてない。そうせん。今なんか、敵見えてないから、ね、それしてたけど。だって、俺やばい、俺今さ、ちょっと、クゴ打ちながらさ、思ったんよ。これ、デュアルの客やから、デュアル打たなダメやんと思って持ち替えようとしてる。これ意識だわ。ヌーブの借りてるからさ、今。ヌーブの戦闘設定、着替えすぎてびっくりした。これ火力高くなったよ、絶対。火力が上がった気するわ、これ。知らない。コメントの人教えて。正確には知らないんだよ、だってこれ。俺も正確に調べてないわ。なんで調べてないのに動画撮れっていうの、普通に。俺強すぎるから撮ってきてよ、っつって。だってみんな言うんだもん。性能を調べないと、それはもう YouTuber として資格だと僕は思いますけどね。だってさ、あなたが撮るっていうのが急だもん。まあ俺気分だから、もうその日に撮るって決めたら、もう目の前。オッケー、これ絶対ダメージ上がったでしょ。もう俺それじゃなかったらもう分かんない。ヌーブってこんな声だっけ。そう、それのヌーブじゃないから俺。怖い、ヌーブなんか。そう、ヌーブもさ、声変わりしちゃったことよ。マジ声変わった、ヌーブ。しすぎだろ。何年経ったもうヌーブと、なんか久々じゃない、ヌーブとやんの。いや、ほんとね。こうちゃん久々よね。やばい、もうおっさんやん。いや、普通に俺ディスんやん。もう40くらい行くんやけど、もう。俺も40行ってねえって、だから。もう40手前ではないから。違うか。てか、お前が言うなよ。俺はまだ17だね。お前で17の声じゃねえから、別に。そんなに。全然17の声だと思いますよ。あと、なんかちょっと変えました。え、なんかちょっと変えてません、小手さん。全然17ですよ、僕。デュアルの情報何も知らない俺言います。コメント、これ正解は、後で編集者が探して、最後に多分動画に載せるので、そこは性能は調べるよね、うん、ちゃんとさすがに編集の時に。そうやな。じゃあ俺のまず予想。
まあ、まずダメージは上がってると思うよ、さすがに。この武器がなんか全然使えてないってなって、なんかダメージか何かしら上げたと俺は推測。はいはいはい、よってこれはダメージ。いるいる。キルパクです。いや、カバーです。カバーか。え？なんか。なんか撃ってるぞ、スナイパーを。あ、母さんいるやん、どっかに。どこや？母さん？え、母でしょ、この銃声。違う？そうやね。母やね。うん。でも母さんね。いや、母やね。拾わんでいいや、拾わんでいいや。拾わんでいいや、こうて。はぁ、あ、お前舐めてる。やばいやばいやばい。お前舐めてるやろ、これ。痛すぎだろた、ま、マグロヘッショが言ってますこれ。もう実質2人デュアルやから2丁デュアルやからこんなまに2丁デュアルやから。なんで乗れへんねんそれが。いや、おとりおとり。何のおとり？俺がおとりってこと？いやでもカバーできる、マジでカバーできる。じゃあなんかだから、はいはい、ここで伏せの判断からのグレー入れての、ここに張り付きの判断。いや全然ある全然ある。はい、1人残ってからの角入れすると思わせ。あ、ごめん、カバ。はい、オッケー、オッケー、オッケー、はい、オッケー、オッケー、オッケー、はい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 、はい、はい、はい、ポイ捨て、はい、ポイ捨て、はい、回復します。なんでやねん、お前。あ、お前、なんでやねん。はい、ゴミや、ゴミ箱。はい、はい、はい、ゴミ箱って誰がやねん。誰がやねん。はいはい、僕炊きますよ、じゃあ。何、いらないでしょ、こんなアンチのキラキラでさ、お前。じゃあもうちょっと、ね、ちょっと頑張って来てもらっていい？なんで？俺さっき行くわ。まあいいや。いやいや。あ、その車やめた方がいいで。いや、スーパーアイデア乗せろ、お前。デュエル・トンプソン最強説、ね、もう立証じゃないの、これは。で、まあ、モサも大会で使うわけでしょ？サブ武器 MP じゃなくて、デュエルらしいよ。でも、荒野に携わってる V3 さんももう、いうわけでしょ。これちょっとやばい。V3 さんはこれはコーチ兼実況でも場に詳しい人ですらもうこれやばいねって言ってたんでしょ。もう言ってた言ってた。じゃあもうそういうことや。そういうことよ。まあとにかくやっぱ走り打ちがなできんのやばいよなっていう感じじゃないかな。まあフルオートでね。え、ガチさ、コメ欄の人なんか知らないかな。これ何が強化されたとかあるんか。あ、まあデュアルが最強。まあこのゲームなんか今走りちゃうからな、もう緊急に全部サブマシンガンのね。でもなんかちょうどさ 2V2 の動画出したやん。うん、あれでアエント皇帝が近距離 AR が最強って言って上がってるのちょっとなんか嬉しかったわ。まあ逆張りだからおいら17歳とかまず逆張りキッズだから普通に。なるほど、ね、みんなが強いって言ってることはもう否定したいんだよね。デュアルトンプソン最強伝説を折った。いきまーす。これ中に持ってんのか、これ。おる？あ、おるやん。嘘だろ、お前もデュアルで誰も、デュアルの特性をこいつは使い切れてない。誰が止まって打つんや、この武器を。この武器フルオートで走るっていう利点を生かさないと。しゃがんで打つ武器じゃないんや、これは。これ絶対ダメージ上がってるんだよ。なんか飛び方強いから。もう俺、これでダメージじゃなかったらもう やめよう。多分もう、記憶がおかしいわ。いやー、待って、どうなんだって。いや、でもさすがにダメージしか思い浮かばんだって。ダメージが強くなる人ないもん。もう残り2人しかいないし、そんな話してたら。早くね？さすがにイージーミン。え？目の前目の前、こうで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 。はい、ジジ。ノー、よし。さあ、逃げる。強。まあ、デュアルトンプソンが最強ってことやね。最強すぎだろこれ。やっぱデュアル見なさった方がいいんじゃない。